こんばんは、あまちいちはです。今日はこのコーナーです。いちはずのアニメ秘宝。はい、ということで今日紹介する作品は SSSS 大ナゼノン、大ナゼノンっていう作品です。この作品はアニメが2021年4月から6月にかけて全12話放送されていた作品です。電光超人グリッドマンやと SSSS グリッドマン、 SSSS グリッドマンに、のなんかの種類みたいな作品だそうで、この作品を一言で表すとインスタンスドミネーション。はい、やりたかっただけです、すいません。怪獣使いと戦う話です。怪獣使いの怪獣と、ダイナゼノンに乗って戦う話です。で、このよもぎくん、ま、でも話の内容をちょっと簡単に説明すると、このよもぎくんっていう主人公がいます。よもぎくんっていう主人公がいて、でその人が、その子があのクラスでちょっと浮いて、浮いてるというか、そんななんか、まあ、すごい仲いいわけではないクラスメイトのみなみさん、ゆめちゃんですね、みなみさんに呼び出されるんですけど、まあ、来てくれなくて、その前にもなんか河川敷 でなんか空腹で倒れてるガーマさんを助けてあげて、でガーマさんから慕われてて、でそのゆめちゃんに誘われるんですけど、あの来てもらえなくて、そしたらあのゆめちゃんをガーマさんが怒ってくれて、で、そこにあの恐竜が出現します。怪獣でした。これちゃんとちょっと怪獣って言ってました、私。怪獣です。怪獣と戦う話です。怪獣をインスタンスドミネーションして操って怪獣と戦う話です。はい、怪獣が現れまして、で怪獣と、戦うためにダイナゼノンに乗って、ダイナゼノンは4人、ガーマさん、よもぎくん、ギメちゃん、小読さんの4人いないと 4体バラバラにあって、それ合体して戦うんですけど、でそこで戦って勝ちます。でガーマさんは怪獣、元々は怪獣使いで、なんとね5000年前に1回死んで、でそれで生き返って今にいるっていうのを言ってて、まあ、若干みんな信じてないですけど、なんかそういうので、で姫様にあのダイナゼノンを預かって、でその怪獣優生思考ストーンの人たちもその5000年前にも生きてて、それがいるからお姫様もいるんじゃないかっていうので探しているっていうんですけど、結局は怪獣倒して、あーなんかみんなに出会えてよかったなーって言って、ガーマさんはこれ以上迷惑になりたくないって言って消えてって、あガーマさんってなって消えていって終わります。で日常に戻って、怪獣優生思想の人たちも消えて、怪獣消えて、でで現在のこのグリッドナイトさんたちはバイバイってして終わりで、文化祭でなんかよもぎくんはゆめちゃんと仲良しになれて、よかったよかったって終わりでした。で途中そのそうですね、途中でその話の流れとしてはそうなんですけど、途中でその怪獣の優先思想の方が強くなってきて、怪獣強くなってきて、そのグリッドナイト同盟のあのナイトさんと2代目が協力してくれて倒せるようになったり、ゴールドバーンっていうチセちゃんっていう、小読みさんは無職なんですけど、小読みさんのことをなんかいとこか、いとこらしい、いとこでの女子中学生がずっと一緒にいてくれて、で時にはあの小読み、よもぎくんが体調崩してたらチセちゃんが乗ったりしてたんですけど、その一緒に戦ってる5人で戦って、でそのゴールドバーンっていう怪獣を育て
出します、でもう意思疎通できて、でルゴールドバーンを見送も見送って最後見送ります。はい、で途中でなんかガーマさんも怪獣拾ってくるんですけど、結局成長しちゃって街を壊しちゃって、で最初に倒しておけばよかったじゃんみたいな、その後にゴールドバーンを拾うんで、なんか最初隠してたんですけど、そういうなんかでも意思疎通できてちゃんと育てれて、あ、ね、怪獣も悪いやつばっかりじゃないよねみたいなにもなりつつ、で怪獣優生思想の人たちがこれインスタンスドミネーションって言って怪獣を操って、でダイナゼノンを倒しに行きます。でね、可愛いアイドルっぽいなんか集団なんですけども、このしずむくんっていう子はなんか金髪の少年 で最後までなんか怪獣側に来た方が自由になれるのにってずっと言ってたんで、最後もそれ出てくるんですけど、そう学校に転校してくるんですよしてきたりして、でそういうので出てきて、でもなんか今でいいんだって終わりました。でなんかそうで南さんはずっとお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんが前に自殺してしまっていて、でそのカノと仲良く、カノの自殺の原因、自殺なんじゃないかみたいなって言われてて、でも自殺するはずないって言って、その死んだ原因とかその学生生活どうだったかとかを調べていく。でそれにまあよもぎくんも協力してて、でもうなんか最後仲良しになってて、うん、パチパチよかったねみたいな終わりでした。はい、でそうですね、はい、でムジナさんはね、なんか怪獣優生思想の高一点でスタイルの良い実勢、袖の衣装の袖のラインは水色4本、主に4足歩行の怪獣を操るとかって書いてあるんですけど、なんかすごいなんか私の中で同人誌にいっぱい出てきたイメージがありました。はい、でもすごい可愛い、いい女性でなんかまあなんかその怪獣優生思想の人たちもなんかね、プールとか行って楽しんでたりして、なんかそういうなんか日常と戦いと、でも戦いのところはやっぱりのアクションシーンがすごくて、そこは見どころ、とても見どころで、まああっという間に12話入れる作品かなと思いました。以上です。はい全然伝わらなかったかもしれないんですけど、Amazon プライムビデオで12話ね見れるんで、多分私の説明よりは見た方が良いかもです、すいません。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。